それでは今日の私のハッピーポイントをお話しします。今日は園外保育がありました。朝晴れてたかなと思ったらちょっと雲行きが怪しくなってしまったんですが、子どもたちは無事園外保育に行くことができました。つぼみさんはちょっと園外保育には行かず、園の中でちょっとお留守番ということだったんですが、こうお外に出て今日は遊びました。水筒を持ってこう園庭をちょっとぐるぐる散歩して、それから遊んだんですが、子どもたちもこうちょっとずつ慣れてきたようで、遊具でよく遊ぶことができてとても幸せでした。そして子どもたち園外保育行けたということで、帰ってきた子たちにちょっと聞いてみると、とっても楽しかったって言ってるお友達もいたり、お友達と一緒にお弁当を食べることができたんだっていうお話も聞けることができて、とても幸せな一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。